えー、皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、第103回目は、画面遷移を行ってみたいと思います。まあ、あの、画面遷移って言っても、そんな大げさなものではなく、まあ、あの、ここに、えー、表示されている通り、まあ、何かキーを押してねってあるので、まあ、何かキーを押したら、えっ、ー、と、ゲームが始まるみたいな、えー、処理を記述してみたいと思います。えー、では、えー、現状の確認ですが、 えっと、この描画の関数内で、えっ、ー、と、タイトル画面を、えー、表示するようにしたのですが、まあ、その代わりに、えっ、ー、と、このゲームクリアの画面と、あと、ゲームのマップを表示する画面、まあ、あと、プレイヤーですね、まあ、それをコメントアウトしてしまっている状態、えー、というのが現状ですので、まあ、これを、えー、改善したいと思います。えっ、ー、と、まあ、これの、えー、まあ、改善方法は、まあ、いくつも考えられると思うのですが、 まあ比較的無難というか分かりやすい方法として、えっと、現在の画面の状態を示す変数をえ定義したいと思います。ステート、状態ですね。タイトル画面表示している状態なのか、マップを表示している状態なのか、ゲームクリアなのかってことですね。で、最初はえーと変数を 宣言すると値はと0ですのでここらあたりで if 文を書いてもし状態が0ならそしたらこのタイトル画面を表示するとでそうでなければとまあとりあえずこうでいいですかねでまあこの既存のくくりをまあ囲んでしまうと。 いいいう感じにしてみたいと思いますこれで保存してコンパイルして実行するとどうなるかというとまあ普通にタイトル画面が表示されるだけですよねでまあキーを押しても反応しませんがえっ、ー、とまあこのここの部分がえっ、ー、とまあコメントアウトされている状態よりはまあ一歩進んだんじゃないかなと思います。 えでは実際、えー、と画面が移り変わるようにしたいと思うのですがえっ、ー、とまあ分かりますよねえっ、ー、とこのステートっていう変数の値が0だったらまあここでタイトル画面っていうことですよねでそうでなければに移るにはえっ、ー、とこの m アンダーバーステートの値が0以外になればいいわけですからえっ、ー、とここで、えー、とキー入力処理ありますよね で、今は、えっ、ー、と、プレイヤームーブ。まあ、プレイヤーの移動しか、えっ、ー、と、把握してませんけれども、えっ、ー、と、もし、ステートが0だったら、まあ、タイトル画面の場合、そうしたら、M アンダーバーステートを、まあ、とりあえず1とかにしてしまうと。で、そうでない場合は、プレイヤーの移動。こんな感じに変更してみたいと思います。これでコンパイルして、 コンパイルして、えー、実行すると、まあ、タイトル画面が表示されて、で、何かキーを押します。そうすると、えっ、ー、と、ゲーム画面が始まると。<laughs> で、なんか、背景を黒にしちゃったから、ちょっと変ですけどもね。で、ここに行ったらゲームクリア。ということで、まあ、一応、一通りの画面遷移が、えー、できたと思います。えー、では、今回は以上になります、えー。最後までご視聴ありがとうございました。